明日から寒い。今日も寒かったけど、なんやろ、寒い、なんか風が冷たいかった。寒いか、それは寒いか。でも明日の方が寒いんだよね。でもなんか結局今日はね、なんだろう、暑い時もあった多分自分が急いでたのかも。急いで出る、え、急いでる時ってめっちゃなんだろう、寒さ感じませんよね。なんでなんだろう、焦ってる時とか、そう、焦ってる時とか急いでる時とかって、なんか別にそんなに走ってなくてもなんかもう寒さを感じないんですよね。すごいね、今日そんな感じだった。でさらに走ったからなんか暑かった今日夜ありえんよね。夜は寒いよね。いいですよね。なんか多分自分が今これ裏起毛のパーカーにプラスモコモコのねコート着てたからっていうのもあるけど、びっくりした。多分それもある。なんか暑かったよ。だから明日どういう格好しようと思っとる。明日からこのモコモコのやつにするか、それかもうダウン着ていくか、モコモコにしようかな。あ、それがそれですかね。普通に走ったけんかな今日本当にギリギリでした。やばい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 、ちょっと止まらない、お腹の音が。どうしたいんだ。ご飯さっき食べた、急いで5分ぐらいで食べた早いでしょ。多分噛んでないんで胃が大暴れしそう。考えすぎそう、あんまりちょっと足りなかったな、ご飯。まだなんかなんだろう、多分時間経ったら8か9分目にはなりそうだけど、はい、日々を生きる、日々を生きてます。そうですね、食欲あるのはいいこと。食欲はないけどお腹が空いてる食欲ないです。
けどお腹は空でした。そんな感じよ。え、秋はもう終わりですかね。もう夜じゃない、冬。アイス、そうですね、アイス食べたいですね。でも今アイスのストックないんだよな。そう、もうすぐ誕生日が来る。あ、もうすぐ奥さんの誕生日だ。もうすぐ奥さんの誕生日や。今日はももちゃんの誕生日やったよ。すごいよ、2日続けて。よいしょ。奥さん何歳だろう、22歳、23歳になる、22歳になる。あ、ほんとだ、ココアさんも入れたら。ほんとやね、でもココアさんの誕生日12月3日だからあ、に、あああ、そうなの。指定したきっかけって嬉しい。お母さん延期だからね。でも当日におめでとうの連絡がしましたけど、あ、でも違いましたみたいな、なんかお互いなんか、あ、違いましたみたいな、違うけどみたいな、違うけどありがとうみたいな。12月3日やけね。うん、ももちゃん鼻に生クリームつけてたって。ふう。こんないじりする人おる。いつの時代の。その時代。ももちゃん自ら進んで。くく。どんな反応よこれ。しませんよ私は。ももちゃん何歳だっけ。もう本当に分からん。もうみんなの年齢が分からん。ももちゃん18歳。18歳、いや18歳やったらね、18歳やったらね、私は18じゃないので。やばいやばい、こんなに止まらない。ああ面白い。面白い。
私だけめっちゃ意識してる。本人だからね、意識しちゃうんですよ。聞こえてないなら全然いいです。これ団長変わったら意味します。ね、グッズ届いた方ありがとう。大事にしてね。生誕Tシャツもありがとうございます。大事に来てね。はあ、はあはあはあ。どういうどういうって感じよね。先に寝るね、おやすみって。寝なさい。眠いことは寝なさい。私もあと7分か6分ぐらいでも配信終わりますけどね。寝なさい。寝るのが吉。でも寝なさいって言われたら寝なさいって言われたらさ、寝たくてもさ寝たくなくなる時ある。そういう感じですか。え、ですよね。私もそうなんで、めっちゃわかります。私もなんかあれこれなんかしなさいとかなんかいろいろ気にされたら、逆になんかもう、あ、もうじゃあしないってなるから。そうそう、今寝ようと思ったのに、今しようと思ったのに、そうなっちゃう。しようと思ってても、じゃあもうしないってな。誰かはやってたよとか誰かはしてたよって言われたら、もうあーじゃあしないって。まる誰かはやってたよとか、やってたのにみたいな。私はしません。1位みつるんさん、2位なおさん、3位コッペさん、4位いわちゃん、5位はちちさん、6位立花はやとさん、7位せいやんさん、8位2学期は学級委員さん、9位犬ちゃん、10位ソウルメイトさん、11位まいせんさん、12位にのまるさん、13位ロックオンさん、つよつよさん、まうさん、きちねさん、たてさま、たんたんさん、大西くん、ジャッキーさん、たかのりさん、50アップくん、トゥエールさん、まさきさん、こぶやきさん、いなっちさん、プライベートジェットさん、
あおちゃん、はやりんごさん、らくらくさん、ぜーたんさん、じんたさん、ちくわドーナツさん、がっちゃん、ありがとう。よいしょ。こちらこそありがとうございます。おやすみなさいです。11月ありがとうございました。でも早く寝てね系は全然何とも思わないです早く寝てね系は別にあんまり思わん。うん、優しい、優しいから優しい言葉だから。早く寝なさいわ。全然思わないですね。別に私も寝たいもんね、早く果てな果てな こうしたらさ、めっちゃ髪の毛切ったみたいやね。1分ぐらいか。そろそろ寝てみたらそろそろ寝てみたらって、いい言葉。そういう言葉ね、いいですよね提案系バイバーイ。